40代の女性が2週間でウエストマイナス8センチ。おめでとうございます。この方に私がやってもらったエクササイズ4種目を各1分ずつやっていきましょう。座って簡単に行えます。実際にやってもらった詳細は40代に絶大に人気なストーリーという雑誌のウェブ版でご紹介してあります。説明欄にリンク貼ってますんで、実際にやって本当に結果出てますんで、見てみてください。今回これをやって皆さんもお腹周り、めていきませんか？2週間毎日続けるだけでいいです。今日から頑張るぞっていう方はコメント欄で日付とスタートという記載をお願いします。やった日は何日目丸っていう感じで記載して、お腹周りも測りながらやってください。それでは行きましょう。まずは膝立ちです。ここから膝を開きましょう。しっかりお尻を前に出して締めてください。手はお腹で組みましょう。お腹を引っ込めながら息を長く吐いて1分間行きましょう。スタート。息を長く吐いてください。お尻が後ろに出ないようにどんどんお腹を引っ込めて、息がなくなったらしっかり大きくね、胸で吸ってお腹をまたへこませていきましょう。ふーっと細く長くね吐いた方がいいです。いっぺんに吐き切るとね、一気にハーって息がなくなっちゃいますから、できるだけふーと長く吐きながらどんどんお腹を引っ込めていきます。吐きながら息を吸います。ふーお尻をしっかり締めながらお腹へこませていきましょう。手で少しお腹をね押さえるようなイメージで胸を張ってお腹を引っ込めます。ふーどんどん息吐いてくださいね。はい、OK です。足を伸ばして座りましょう。このまま手は頭で、お尻を上げた方に上半身を倒していきます。胸を張った状態で動いてください。自分のペースでいいです。息止めないように1分間いきましょう。スタート。体をしっかり上にね、息伸ばしてくださいね。さっき息吐いた時みたいにお腹を引っ込めたままで、ふーっと息をしっかり吐きながら、なくなったらすぐ吸って、また吐きながら、腹部が疲れてくると体が丸くなっちゃうので、しっかりね上に伸ばしてくださいね。体をねあんまり倒すっていう意識よりも、自然にね体がバランス取るために倒れるようなイメージ。結構ウエスト効きますよね、これ。ちょっとです。はい、OK です。結構効きますよね。今度はですね、横を向いたままで同じようにお尻の上げ下げです。スタート。しっかりね、胸を張ってください。腹筋よりもね、楽なようで意外とこれもきついですよね。体をね、横向けたままでお尻の上げ下げ、もし腕が疲れたらね、たまに下ろしてください。ただ手を下ろすとね、体が丸くなりやすいんで、できればね、頭の後ろです。胸を張ったまま、頑張ってね、マイペースでいいですからね。いきますね、これは。OK。反対向きも同じようにいきましょう。もしすごく疲れたらね、一回停止してちょっと休んで続きやってもいいですからね。1日1回です。スタート。これもね、腹部周りがね弱ってくるとやっぱりうまくね動かせられなくなってくるので、これもやっぱり筋肉がね弱ってくると、もちろん力が入らなくなりますから、うまくねできなくなったよと思うかもしれませんが、そのまま続けてください。しっか
くりね、横向いたままお尻をね動かしてます。結構股関節周りもねだるくなってくるかもしれませんが、これがねお尻の上げ下げラストですから頑張ってください。投げてくるとねお尻上げるっていうよりも体をね揺らすだけで浮いてきますからね。はい、 OK。 ラストはですね、肘をついた状態で膝を曲げましょう。はじめにやったようにお腹を引っ込めて膝を抱える。お腹を引っ込めたまま足をゆっくり戻す。床タッチしたらまた抱える。息止めないようにいきましょう。スタート。できれば腰が床についた方がいいですから、そのね肘の位置できるだけ開くとね腰がしっかり床につきます。床を軽くタッチしたら息を吐きながら膝を抱える。ちょっとお尻もね一緒に、お尻も軽く浮かせるイメージ。これで2週間あればあなたもベストが引き締まってきますからね。きつい腹筋できないよっていう40代の女性、皆さんやってください。そうですよ。 OK。今回の内容、説明欄にリンク貼ってます。40代から絶大な人気があるストーリーさんの記事です。見て、やる気を出して、私もお腹引っ込めるぞって思った方はですね、コメント欄に意思を伝えてください。バイバーイ。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。